お世話になります、ひとりでございます。今回は期間限定レードが更新されましたので、その情報を共有させていただきたいと思います。期間は1月22日から1月25日の8時59分までということで、短期間バージョンのイベントレードってことですね。で、出現するポケモンについては、今年は牛年ということで牛関係のやつで、メルタンク、ケンタロス、バックロンということでございます。いや、多分こんな種類少ないのは結構珍しいんじゃないかっていうぐらい少ないレードですね。しかも1月1日でレイド変わった時にこれやればよかったのになって思いますけどね。しかも祝日とかないですよね。なのにこのタイミングでやる意味、ちょっとよく私には分かんないですけど、まあでも今回はなんとケンタロスが色違いでね、出やすくなってるらしいです。めちゃくちゃいいチョイスですよねこれは。まあ、ミニタンクの方が良かったけどな、個人的に。まあ、とりあえず今回は色違いのケンタロスゲットしていきたいなと思います。まあ、やり方につきましてはいつも通りですね、不思議な贈り物からワイルドエリアニュースを受け取るでね、受け取ることができると思います。はい、これで OK ですね。はい、じゃあ行きましょうということで、はい、で出現場所についてはいつも通りね、どこでも出るということで、まあとりあえずね、適当にここに入れておきたいと思います。とりあえず適当にね、一匹なんか適当に捕まえたいと思います。あ、違いましたね。いやー、お、来たんじゃないかこれ。初め違うポケモン捕まえようと思ったんですけど、まあとりあえず出ちゃったんで一回やってみようかなと思います。テラキオンでいっか。いや、これ一発目で来たらやばいぞ。来るっしょ、多分来ると思う。いやー、違うか、多分違うな。確かケンタロスもそんな色違い奇抜な感じじゃなかったような気がする。ミルタンクとか確か青色とかだったけど、さすがに一発目じゃ無理っすよね。どうせ後で捕まえるんで、色違いじゃなければもうリセットしちゃいたいと思います。もう一回入れていきましょう。お、来たんじゃない、バッフロンですねこれは。ちょっととりあえずね、適当に一匹戦っていきたいなと思います。どんな報酬出るかとかね、見ていこうかなと思います。テラキオン行こう。いや、いいねバッフロン。っていうか、まあケンタロスと似せすぎでしょって思いましたけどね、こいつ初めて見た時、私からしたら。相手5つ星ですが4つしかないんだ、バリア。めちゃめちゃ弱いじゃんバッフロン。こんないかついのに見た目。うわ、やられた。すごい、今回味方がめちゃめちゃ攻撃してくれる。すげえスムーズに進んでいく。こんなの久しぶり。はい、インファイトで倒していく。オッケーオッケー、余裕っすね。全然何の強さもないわ。リピボーでいきましょう。うわ、来てくれた。え、なんでこれイベントレイド絶対捕まんのこれ。最近すごい確実に捕まんだけど。で、報酬についてあ、普通か。全然普通っすね、本当に。経験アメ L2 個、XL1 個、ダイマックスアメ2個、鎧鉱石1個、マックス鉱石も1個ということで、すげえ普通の定番的なやつですね。タポルの実とかが出てくるのかな。まあでも全然良くないですよね、はっきり言って。まあいいですよ、牛年だから。牛って言っときましょう。じゃあバッフロン見ていきましょう。5位ですね。まあこれしょうがないでしょう、もう。はい、でバッフロンレベル60のメスでございまして、それで、特性防音ですね。音を遮断することによって音の攻撃を受けないということで、これは夢特性ですね。なのでまあまあいいんじゃないですか。まあこの特性自体そんな多分強くないと思いますけど、まあ一応ね、珍しいじゃない多分。で、メガホン、アフロブレイク、地獄突き、地震ということで、あ、まあこれも定番的な技じゃないですか。まあアフロブレイクって知らないな。え、すごいアフロの頭で相手に突進して攻撃する、自分も少しダメージを受ける。あー、ステミタックルみたいなもんか。結構強くね、普通に知らなかったこの技っていう。勇敢な性格だから、まあ性格も微妙かな。日付も全然違うな、11月22日だよ。まあこんな感じのかなり平凡なポケモンですね。じゃあね、ミルタンクも捕まえてもしょうがないので、多分同じような感じですので、きっと報酬とかもね。なので次はもう色違いのケンタロス捕まえていきたいと思います。お、連続できましたね、すごいわこれ。じゃあここから、またケンタロス出していくんですが、ケンタロス出す際に5つ星のやつを出していきます。5つ星のやつがね、確率高くなってるらしいので、なのでこれでね、本ボタンで設定からですね、日付と時刻やるやつ、つまり日付変更バグね、使って出していきたいなと思います。これで押してね、それで、あ、ケンタロス5つ星来ましたね、すごい早い。このままパッと出てきてくれたらいいんだけどね。で、これで出たら必ず、レポートは書いておきましょう。まあ、とりあえずこいつでね、行きたいと思います。頼むから来てくれ、絶対来てくれよ、頼むよ。あー、無理か、全然無理だよねそりゃ。そこまで期待はしてません。まあそれ出なかったらリセットしていきましょう。で、リセットしたらね、また同じことを繰り返すって感じですかね。また別のやつ出さないと、別のケンタロスになってないんで、違うやついきますよ。よし、出ましたね。まあ、今回ね、3種類しか出ないんで、ポケモンが。なので結構ね、出やすいかもしんないですね、5つ星のやつ。今回だから結構やりやすいんじゃないでしょうか、もしかしたら色違い厳選。まあ、レポート書いて、よし、行きましょうか。あー、違うか。普通に無理だよね、それは。
よし、来た、やった。いや、ダメだね。無理だよね。もうダメだ。くじけてしまうよ。ダメやん。まだ？いやー、来ねえな。もうやだ。いやー、無理じゃん。まだ？ばー、ダメだ。来い。無理。やだ。もうやだ。まだかい。いやー、無理かい。来んの？本当に。もうやりたくない。本当来ないんだけど。いやー、おいおいおい。本当に無理だな。オッケー、頼むぞ。そろそろ来てくれ。そろそろ来てくれよ。頼むって。本当に。お、来た。ようやく来たぞ。ようやく来た。めっちゃ時間かかったわ。ほんと頼むわ。マジで。えげつなくかかったんだけど。2時間32分かかりました。ちょっとこれ確率本当に上がってるか心配になったくらいですよ、これ。いやー、ひどい。いや、これで勝てるかな。すげえ眠いわ、もう。強いわ。うわ、2回もやられた、もう。ダイナックルやってくんのずるい。あ、でも、あれか、バリア3個しかないんだ。意外とそれは少ないね。尻尾を振るやってきた。うわ、またやられた。強いぞ、ケンタロス、意外と。うわ、怒りの壺で攻撃最大まで上がったっていうね。ひでえわ、このゲーム。ボッコボコにやられてるわ。うわ、インファでやられた。一発でやられたし、やば、強すぎでしょ。いや、マジか。普通に負けたんだけど。リセットしましょう。テラキオンでいけるかな。お、聖なる剣こんだけ入ったね。うわ、最悪。もう倒されたんだけど。うわ、岩なだれとかいう全体攻撃もやってくるっていう。ひでえわ。しかも2人ひるんで技出せないとか。ひでえ。ボッコボコにやられてんだけど。強いっていうかずるいんだけど。うわー、ひどい。またサンダースペラすぎ。おい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 、また負けたよ。いやー、あと1回で倒せたのに。ひどい。いやー、なんでこんな負けなきゃいけないの。ひでえ、大アタックでやられた。オッケー、ようやく倒せた。マジか、めちゃめちゃ強かったな。とりあえずリピボー行こう。頼むから捕まってくれよ。捕まってくれなかったら切れるよ。もうすでにだってやられてんだから、何回も。それでちゃんと捕まえてくんなかったらもう本当に嫌な気持ちになる。もう時間かけた。オッケー、ありがとう。これはね、ちゃんとしてほしいから。ありがたいよ。もう喜ぶ気力もないわ。で、アイテムは、うわ、一緒っすね。L2 個、XL1 個、ダイマックスアーメ、鎧鉱石、マックス鉱石、不思議なアーメ。あ、でも、ただ、金の玉。いいね、これ。ケンタロス、オスかメスかわかんないけど、金の玉落ちてくるということで、皆さん、これは朗報ですね、かなりの。デカ金じゃないのがちょっときついけどね。はい、じゃあ、次へ行きましょう。来いよ。あー、ダメだ。5V だ、普通の。おい、こんだけ時間かけたんだからさ、来ようよ。6V。はい、で、色違いケンタロスのレベル60のオスでしたね。じゃあ、多分オスだから金の玉1個落としちゃったんかなっていう感じかな。で、特性については怒りの壺で、急所に攻撃が当たると、怒り狂って攻撃力が最大になるということで、これ実際やられましたね、さっき。ほんと辛かった。まあ、これ夢特性ではないですけどね。で、のしかかり岩なだれ、ダメ押しインファイトということで、相手ね、レイド中も岩なだれやってきたり、全体攻撃でね、やってきたり、インファイトのダイナックル、やってきたりするんで結構きついっすよ。のしかかりで負けるのもうざいし、そんな感じですよ。で、のんきな性格で、まあ、性格は微妙なんですかね、多分。まあいいや。で、リボンはどうぞ持ってないと。まあそんな感じで、ケンタロス色違い捕まえました。ようやくです。ただ、こいつの色違いはそんなギチギチな色違いじゃないから、ミルタンクとかの方が良かったな。あいつ青だしね。そこもったいない気がする。はい、ということで今回は、牛レイドということで、ケンタロスとね、バッフロン捕まえました。あとね、ミルタンクも出るということで、まあ色違いはね、ケンタロスだけ出やすくなってるのかな、多分。まあそんな感じなんで、皆さんもね、ゲットしてみてください。今回はね、めっちゃ本当色違いの選出の枠もねめちゃめちゃいいし、もう絶対やった方がいいレイドですね。まあ、ただ私個人的には私は牛より鶏肉の方が好きなんですよね。なので今回の牛しかいないレイド見てケンタロスになりました。